はいどうもワロタです。今回は、青文字を引くべきかについて、話していきます。結論は、持ってないなら引け、持ってるなら引くなです。ということで、今回はここまで、チャンネル登録高評価、コメントお願いします。ではまた。はい、ちゃんと話していきます。結論は変わりませんね。青文字を持ってない人は引きましょう。持ってる人は、引かなくていいです。怪獣さん全国ばられるし、9月2日までに、1回はイベント来ると思うので、30連分くらいは、溜まるかなと思います。まあ、当たればの話ですけど、自分も、青文字を欲しくて、前回結局出るまで回しました。現環境最強キャラなら、ゲットするしかないでしょ。強属性最強キャラは、次の5条出てくるまで、青文字が環境トップでしょうね、さすがに。斬新も優秀でいいよね、規格外と比べられがちだけど、ブレイクゲージ量アップも強いし、強釘先とかに、付ければ使えると思います。ただ思うことが何個か、前回の青5条ガチャで、200連くらい回して、出なかった人もいるよね。結局斬死交換して、今復刻来て、ポイント無駄になったとか。これ、ポイント引き継ぎされてたら神なんだけど、どうにかならないですかね、運営さん。これマジ引き継ぎした方がいいですよ。内容変わってない同じガチャなので、まあいいとして、それと、これは少し別の話なんですけど。ファンパレ公式 YouTube、チャンネル登録者10万人いったのに、感謝のコメントだけで、怪獣配布とか色々ないの、ちょっとどうかと思いますよ。まあ、運営さんの判断なんで、何も言わないですけど、はいじゃあ、青文字を持ってる人、持ってる人は、絶対に引かなくていいです。どうしても突したい、貫突させたい、甲羅斬死が絶対欲しいって人は、引いてもいいと思います。母体さえ持っていれば、いつでもじゃないけど、突素材あれば突れるんで、引かなくてもいいし、無突でも十分強い。そんな感じですかね。はいじゃあ、下等と当時はどうなるかってことですよ。正直、来るとは思うんですけど、来るタイミングですよね。海玉第3弾中に来るのか、第4弾に来るのか、来るならどっちかだと思ってます。他に来るタイミングがないもん。予想ね、1周年の1ヶ月前には、さすがに来ると思うんですよ。なので、10月20日くらいかな、遅くても。でもなぁ、下等と当時の2体残ってて、2体同時に、復刻してくることはないと思うんですよ。下等だけ来週再来週あたりに来て、当時は第4弾で復刻とかもありそう。下等と当時、どっちを狙った方がいいと聞かれたら、自分だったら、当時かなって思います。さすがに、工場の原属性が弱すぎる。乙骨持ってるならもう少し悩めそう。最悪、下等は学願寺で代用できそう。って思ってるのが自分です。はい、そんな感じです。みんなは青城の復刻、どう思いますか？よければコメントで教えてください。限定キャラを、こんなに早く復刻させたゲーム、ないんじゃないっていうレベルで、早かったです。別ゲーは水着ガチャ実装してるのに、おじちゃんガチャ開催したり、運営さんの中身でも、変わったんですかね。さすがファンパレって感じです。別に、悪くは言ってませんよ。ファンパレで生活させてもらってるんで。最後に、運営さん、マジでポイント引き継いだ方がいいですよ。今からでも遅くない、ユーザーに青5条ゲットしてもらうために、復刻してくれるなら、ね。ということで、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。ではまた、青5条当たりますように。